私たち世代、20代の方とか、もう30代の方も全然そうだと思うんですけど、日本のバブルも経験してないですし、そのもっと前の高度経済成長も、オイルショックとか、いろいろそういう歴史の教科書で見てきたような出来事を経験してこなかったので、そういう激動の中にいる国っていうのは、面白いなと思っていたのとこう経験してみたいなっていう知らない世界なので知ってみたいなって思いがあって至るところのエリアで新しくビルマンション建ってるので一気に建てれるだけの働く人も、いるんだなっていうのはすごい感じてます。若い世代がやっぱり多くて、子どもの出生率もすごい高いですし、若いうちにこう同じ目線で、ローカルのスタッフとこう話ができるっていうのは結構大きいんじゃないかなと思っていて、文化の違いとかですね、いろいろがあるかと思う。そんなに簡単じゃないと一応言いましたけれども、やっぱり彼女自身が、やっぱりやりたいというやる気満々という印象が受けましたので、I think she's enjoying life in Jakarta, and she's can't hardly wait to come back from Japan because she's in Japan right now. Selina, cepat.